アルマジロで実際にコマンドを実行してみましょう。この動画ではコマンドプロンプトの説明、コマンドの実行、コマンドのマニュアルについてご説明した後、参考情報としてルートファイルシステムについてご説明します。コマンドプロンプトの表記です。一番左にユーザー名、アットマークの後ろにホスト名、コロンの後にカレントディレクトリーが記載されます。チルダはホームディレクトリーを意味します。そして最後にルートユーザーでログインした際はシャープ、一般ユーザーでログインした際はダラーと表示されます。それでは開発時によく使用するコマンドを例に実行してみましょう。まず pwd コマンドを実行するとカレントディレクトリー、つまり現在いるディレクトリーを確認できます。現在はルート直下のルートディレクトリーにいることが確認できますね。 ls コマンドを実行すると現在のディレクトリの直下にあるディレクトリやファイルを確認することができます。今はホームディレクトリ直下に何もないので何も表示されません。 cd コマンドで指定したディレクトリに移動できます。今回はルートを指定しルートディレクトリに移動してみましょう。プロンプトのカレントディレクトリの表記が変わりました。ここで ls コマンドを実行してみるとルートディレクトリに格納されているものが確認できます。ホームディレクトリに戻る際は cd コマンドでディレクトリを指定せずに実行します。エコーコマンドを使って hello という文字列を temp というファイルに出力してみましょう。 ls コマンドで確認すると temp ファイルが確認できます。 cat コマンドで temp の内容を表示してみると hello という内容が表示されました。 remove コマンドで作成したファイルを削除可能です。ls コマンドで確認すると削除されているのが確認できます。各コマンドにはマニュアルが用意されています。マニュアルは man コマンドで確認できます。例として pwd コマンドのマニュアルを確認してみましょう。このようにコマンドやオプションの情報を確認できます。オプションを指定する際に確認するなどぜひご活用ください。マニュアルはキーボードの Q で終了可能です。ルートファイルシステムとは、システムのブート時にマウントされる、他のすべてのファイルシステムの頂点にあるファイルシステムです。構造としては、ルートから始まる単一のツリー構造で、ディレクトリとファイルの階層的な構造となっています。実行ファイルは、rootbin、rootusr/bin、rootsbin、rootusr/sbin に格納され、ライブラリーは rootlib、rootusr/lib に、ホームディレクトリは rootroot、roothome などのユーザーネームのディレクトリに、デバイスファイルは rootdev に、プロセスやシステムの状態は rootproc、rootsis に、設定ファイルは rootetc に、ログファイルは rootvar/log というように各ディレクトリの役割ごとに格納されています。デファクトスタンダード、つまり事実上の標準を理解することでファイルを探す場合にどのディレクトリを探せばよいか、またファイルを追加する場合にどのディレクトリに置けば適切かということがわかります。